こんばんは。きょん。おお。こんばんは。いた。こんばんはです。パーカーデビューしました。やったー。こんばんは。レッスン終わりました。大丈夫。ごめん。ここに当たりました。お待ちしてました。レッスンお疲れ様、ありがとう。みんなもお疲れ様です。この秋初めてのパーカーかもしれない。なんかね、もう燃え袖とかじゃないの、もう手が今ね、爪先ここ、久しぶりに愛ちゃんの配信見れて嬉しい。ありがとう。ツインテール、今日はねちょっとパーカーでお団子と迷ったんだけど、キアラちゃんがツインテールって言ってくれたのでツインテールにしました。つま先じゃない、指先。あ、ミラーボールだ。ありがとうございます。こんばんは、はじめまして。キアラちゃん。やっほー。パーカーの中の黒い服のデザインが気になる。これね、実はねパーカーなの、結構ねスケスケなんです、ここが。お手紙届いてます、読みました、ありがとうございます。もうね、大切にもう一枚一枚読みました、ありがとね。私も昨日の夜公演楽しかったよ、昼も楽しかったよ、超楽しかったし超久しぶりだったからめっちゃ間違えました、ごめんなさい、めっちゃ間違えました、そう、これパーカー、あのね、こっちにもフードがあって、これはちょっとちっちゃいんだけど、こっちはかぶれるはず。うん、ひろあきさんありがとうございます。星投げカウント支援に来ました、ありがとう。めっちゃダンス褒められるのめっちゃ嬉しい、ありがとうございます。ちゃんと遅れてないぞ、今日だけな、今日だけです。サクさんありがとうございます。パーカーかぶってる女子好き、やった。今流行りの、パーカー流行ってるん、本当？マジスカのネズミっぽい、確かに。愛ちゃんとスキーしに行きたい。めっちゃスキーしたい。スケ、なんだよ、ボードもやりたい。公演お疲れ様。今日それで帰るの。うん。ムーさん、ありがとうございます。ジップパーカー流行りに乗れない系女子、見に行けてよかった、ありがとう、見に来てくれて。パーカーは生きれぬイメージ、確かに。よく着てるかもしれない、スウェットとかもよく着てるかも。マサさんありがとうございます。
ターさん、ありがとう。ぽい。目の前にじゃあ私がいるポジションにめちゃめちゃ前にあれ、あの私のうちを持ってくれる方が結構目の前にいることが多くてめっちゃ見ちゃった。めっちゃ可愛いやん髪型、ありがとう。今日はちょっと下目のおとなしめツインで、今日はこのくるくるがうまく巻けたのにレッスンで消滅。こんばんは。今ロッテ対ホークス。うえ、あいちゃん今日も可愛い、ありがとう。話し会ありがとう。楽しかったよ。嬉しい。ツインが似合うよ。やったー。でもねやっぱりね、AKB にあの加入させてもらってからあれです、ツインテールよくやるようになった。本当にやらなかった、ずっと。なんか本当になんか真っ二つに髪が割れちゃった時とかちょっとレアなんだけど、その時くらいですね、高校でやってたのは。マー君ありがとうございます。それではバイトに向かう、いってらっしゃい。昨日の公演があまりにも楽しすぎたので、一応お話し会取りました。え、ありがとう。嬉しい。ツインテール最高やねん。最高やねん。ちょっと恥ずかしいですよね。壁車の髪型は決めていただきました。なんか私が書類審査で送った時に、あのハーフアップではなかったんですけど、あ、たーさんありがとうございます。あ、ハート祭りありがとう。そう、書類で送った時にあれハーフアップしてなかったけど耳かけをしていて、ちょっとハーフアップに見えたらしくて、そう、それでなんかハーフアップ似合うんじゃないかって言ってくれて、あの最終審査の時なんかあって、そこでやりました。ハーフアップやってくださいって言われてやって、そのままお披露目もあれでした。パーカー、今日の耳の形一段と可愛い。私耳めっちゃちっちゃいんですよ、こんくらいなんかだんだんちっちゃくなって、耳めっちゃちっちゃい。好きな髪型、配信は何時まで、一回ツイッターであのみんなにお礼したいからのと、ぶつ切りにされたくないから若干早めに終わりたいけど、一応まあ9時50から10時の間には終わりたい。京都正弘さん、だるまありがとう。ゴーパブリックさんありがとうございます。また17期の公演見に行きたいな、よろしくお願いします。書類で送った写真、え、恥ずかしい、無理。なんかさ、めっちゃなんか今の自分とやっぱり昔の自分を比べると若干恥ずかしいっていうか、可愛くないなって思っちゃう。ひろとさん、やすさんありがとうございます。お仕事中なので無音で聞けませんが笑顔だけ見てます。いっぱいいっぱい無音でも届け
やっほー、遅刻してしまった、許してください。しゃあないですね、許してあげましょう。謎のアイリスさん、ありがとうございます。クマ、クマ、これクマ、クマだ、ありがとう。クマ10イコールタワー、え、どういうこと、どういう、え、クマ10人、人じゃない、クマ10匹、ありがとう。クマ、クマ、クマ、なんて名前つけようかな、クマ、クマタワー、ありが、クマ、くまもり、大森、くまお、くまもり違ううん、じゃあなんか考えてストーリーにあげとこ。なるほどね、あーなるほどなるほど、ありがとうございます。くまちゃん、くまちゃん、私の愛しのくまちゃんがくまなので、くま最近めっちゃ好きになりました。さらに熊森にしましょうじゃ。かわいい熊森、ありがとう謎のアイリスさん。ツインテかわよ、やったー、ありがとうございます。やだー面白い、ロッテがピンチなので力が入ってしまった、面白い。アイちゃんパーカー着てるの初めて見た、皆さんに初めて見せる気がする。なんかね、ロッテのあの佐々木朗希選手の完全試合見に行った時はあれです、こう開いてないパーカー着てて、これちょっと違うパーカーなので、実は初めて、キャー。でもたくさんなんかソララがかわいいかわいいって言って写真撮ってくれたので、後で載せたい。たくさん今日キアラちゃんにも撮ってもらったんですけど、野球好きです、めっちゃ好き。パーカーの季節か、なんかさ若干暑いし若干寒いし、もうなん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 、本当になんなん。ソリャリャ近くにおらんの？ソリャリャさっきまで一緒にみんなでレッスンしてて、今多分配信もうすぐするか、もうする、今からするかわからんわけど配信するって言うてました、言うてましたわ。メールにたくさんその写真載る？メールもしくはツイッター、メールにはもう載せてあるので、メール撮ってる方は先に見れます。見れます。そう、ツイッターかインスタか、まあでもメールにも載せたいなって思います。 Go。 こんばんは、ちょっとただいま足がしびれましたので体勢を変えます。端末2台で見てる、ありがとう。そうなんかね、今日とかしかあんまりできなくて声が聞けなくて悲しい、ありがとうございます。なんてやればいい、コメントなんか、なんかテロップで出したらいいかな。これ伝わったら、無音で見てる方に伝わったら消そう。ありがとうシャンヤで、ありがとうシャンヤで。最近日本語なんかおかしい気がする。
だん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 とおかしくなってるねん。気づけ。こんばんは。今日のレッスンは順調だった？なんかめっちゃあーって覚えたのでアイちゃん早くお話ししたい。私も待ってるよ。みんなありがとう。アイちゃんのエッセ関西弁好きやで。関西の子と一緒にいると映りがち。どうだろう。でも真似したくなる気持ちはあるし、可愛いなって思うからやっちゃう。たまにたまにじゃないね。全然ね。違うわ、ごめん、嘘ついた。気づくかな。方言可愛いよね。なんかね、千葉はないから、なんか作ってしまえと思って。再販もうないかも。今日締め切りだったかな、多分。千葉ってダベとか言うの？だって、わかんない。11月3日のお話し会当選しました。ありがとう、ありがとうございます。千葉県なんとかダベって使うかな。探してもないよなあ、また再販あるでしょ。だってあるらしいです。皆さん待ってて。千葉って名前あるんですか？ない。千葉でも北の方はなんとかっぺ、だっぺ。言うんだ。10月の話し会後に再販があるみたいです。ダベは茨城県かな。だってかわいい。ありがとう。こんばんは。ダベは茨城県、確かに茨城県はあるような気もするけど、日本弁違う千葉弁。方言使った記憶ないよね。わかる。こんばんは。今日も元気？元気ですほっぺぷに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 。なんか最近ぷにぷにすぎてちょっとやばい椅子がじわる。それな。ちょっとちょっと、誰か座れそう。6時半から仕事？とんでもない、とんでもないよ。お疲れ様です。みんな偉いよ、毎日頑張って。本当にレッスンにぬいぐるみ持ってこないよさすがにちょっとね、ダメです。今日のエボイスちゃん、おいでー、ここにおいでー。みんな、謎の魚どこ？ここカラオケルームです。レッスン終わって、ま、本当に本当にすぐ来た。みんなが待ってると思って、あちょっと遅れちゃったけど、椅子のご出勤です。今すぐ行くので待っててもらってもいいですか？しょうがない、
体育座りで待ってます。体育座りです、今ナウ。鏡で見ると面白いんだけど。こんばんは。寝ないでよ、だって。寝るかもしれん。こうやって、さっきまで正座だったの、さっきまでなんかお姉さん座りみたいなだったんだけど、やめました、やめました。椅子に座ると高さが合わない。確かに。じゃあアイリは クッキーズでいきますわ。夜ご飯食べてない、食べてないよ。ホテちゃん、ホテちゃんも今やってるかも。戻ってきた、ありがとう。ホテちゃんとかの、うんうんうん、みんな今やってるんだよね。本当になんか明日とかできないみたいで、価格が定まりません。少々お待ちを。愛理ちゃんへ、本日は餃子です。です。お、来た。できました。でも若干上がいいですよとね。キアラちゃんのパーカーです、これは。確かにそう。うなぎ？ねえ、ちょっと頑張って。あなた、できたー。価格決まらない配信、決まった配信。姉妹で洋服するのは、シェアするのは憧れる。確かに。来たー。イエーイ、やったー、やったー、定まった。エクセレント、バッチグー。はじめまして、ありがとう。おめグー、決まった。愛ちゃんの練習数字はあれです、あのチアの、チアで使ってたから、めっちゃ回りやすいし、なんか疲れないやつ、疲れないやつ。でもだからなんかやりやすいので慣れちゃってると、衣装の靴とか結構苦戦しました、だいぶ。あと3分後くらいにスマホ倒れて、なんかぽいですね。なんか否定できない、ありえそう。チアの専用シューズってあるの？あるかな。あ、あるかなじゃない、あるある。ある、あります。東京寒いの？大阪は暑いぐらいだよ。ね、お昼めっちゃあったかかったけど、今は多分寒いのかな。どっちやねんって言われた。あります、あるんだけど、なんかチアシューズとかじゃなくて、なんかダンスシューズ、ジャズシューズとかっていう、ちょっとまあなんと言えばいいかわからない、ジャズなのかチアなのか専用なのか
専用じゃないのか。わからぬのだ。けど一応あるはずよ。ね、あとさ、みんなにお知らせ聞いてほしいんだけど、時計がないの。また時計がないの。ナウ教えてちょんまげ。ありがとう。9時16分ありがとうございます。ありがとう、嬉しい。9時16分ってことはもう20分くらいやったかな。コメント欄で お知らせします。ありがとうございます。あんちゃんありがとう。あれなんだっけ、あれです、予定表、お話し会で言ってたやつ、めっちゃ可愛かった。ありがとうございます。みんな優しい、優しい。もうみんなに甘えまくってるからさ。何分ごとになうってすればいいですか。え、次は、次はとか言ってみんな優しいから甘えちゃいますね。次40分くらいにもしかしたらお知らせしてくれたら嬉しいな。30人ぐらい教えてくれてるよ。だってありがとうございます。みんなの優しさに甘えてる。ダメだ、ありがとうとか言ってまた教えてもらおうとしてるから。甘やかしたいだからね。やったー、ギョイお願いします。お願いします。覚えてたらお知らせします。それな、自分も忘れそう。なんか普通にさ、10時になってブチって切られたりしてありえる。40分22分前です。ありがとうございます。待って、めっちゃ早いんだけど、あと22分で40分になっちゃう。出張公演、あるのかな、そういうの。なんか HKT さんの劇場とか、あと NGT さんも、あ、 NGT さんはない、あるのかな。アラームしてきましたって、ありがとうございます。もっと話しとく。ねえ、話したい。負け日だと博多行きました。この間、この間って言ってもあれですけど、 TGCTeen さんで、あのランウェイと大声ダイヤモンドを披露させてもらった時に福岡行きました。出張公演ってあります？ありませんよね。他の劇場は柱がない、素晴らしい。ほう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 。ネイルする予定ないです。研究生はやっちゃダメなので。ありがとうございます、ペンライトありがとう。NGT さんもありますか？あります。なんだって、愛理ちゃんが生まれてから6668日目、6668日目 ?2 日前は6666だったってことかな。嬉しい、ありがとう教えてくれて。そんなに経ったんだ。1万日目は何歳なんだろうか。柱が想像以上に大きかった。それな、柱がいいんだよ。だって優しいね、みんな。怪力で柱外せるじゃん。
私を何だと思いで。二度目まして、サンキュアでこんばんは。公演は慣れました？あの前座はめっちゃめちゃ楽しくて慣れてきたんですけど、やっぱりちょっと研究生公演はあれですね、慣れてないですね。まだ楽しい、すごい楽しいんだけど、まだ慣れてないんです。でもなんか慣れてないからこそ結構なんだろうな、全力でやってるからちょっと慣れちゃった時が怖い。慣れちゃってなんか振りがお粗末になったりしないようにしたいですね。柱からのひょっこりアイリタンがいい、だって。嬉しい。なんかね、気づいてくれたかわかんないんだけど、あれです、ビンゴのラストでチャー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 ってさ、めっちゃやるところあるじゃん。そこで私ちょうど柱と上手の皆さん、上手の皆さん、上手、入場口側じゃない方の方たちがちょうど見えないかなと思って、若干斜めにこうやってやりながら見えるって思いながらずっとやってました。だからもしそっちの方になっちゃったとしても、私がビンゴで絶対ここひょこってするので見てね。神手ですね。神手ですか。ビンゴめっちゃ楽しい。確かにね、本当にひょっこりしました。こんばんは、あいちゃん、今日も最高に声です、ありがとうございます。たまに VR カメラも見てほしい。あー、え、 VR カメラそうだよね。なんかオンデマンドのカメラはチラッと見るんだけど、抜かれてるかが分かんなくて、あんまり多分上にあるはずなんだけど、リップグロスでもエリスさんからひょっこりしてほしい。そうなんです、ゼロ番なんです、あれ。でもめっちゃ優しいので、千葉エリーさんがすごい気にしてくださってて、もう本当に優しいし、なんかこの間エリーちゃんって呼んでって言ってくださったので、エリーちゃんって呼べるようにしたい。エリーさんってまだまだ言っちゃうけど、エリーちゃんって言えるようにしたいです。マホピョンさんもめっちゃ優しいです。あ、何話そうとしたんだっけ。もう一個ね、話そうとしたのなんだっけ。あ、でも次じゃないか。待って、次の分かんない。ちょっとそのうち私も告知するので、その時に教えます。でもなんかすごいカメラで抜いてくださった日があったので、お楽しみにってことで。ね、やばい、本当に目が、目力ない人みたい。すっぴんです。今週のミュージックフェア見るね、ありがとう。ミュージックフェアもさんで、多分ね、あのカウントダウン TV さんもあれです、結構ね透明から撮ってくださってたし、結構一人一人抜いてくださってたんですけど、ね、透明から撮ってたから多分上とかのカメラがなかったので、全然もう私は気にしてないので、次からたくさん、もう自分からもうひょっひ
ょって映れるようにするので、みんなごめんなさい。頑張って映りますね。ひょっこりあいちゃん、そして適当すぎるあいりさん本当だよ。これから夜夜勤頑張ってきます。大好きパワーください。お仕事頑張ってね。大好き、頑張れ。そう、カウントダウン TV の時に、あ、もうどうしても印象に残らないとと思って、なんか申し訳ないから、なんだろうな、そう、頑張ってみましたね、もう本当になんかウィンクしすぎも良くないし、なんか変わり映えもないので、もっともっとたくさん研究していきたいなって思っております。これから寝ます。おやすみ。アピール大事です、それな。でもなんか歌番組とかで気になりましたって言ってくださる方も多いので、やっぱりテレビはすごいなってテレビもすごいし、ショールームもやっぱり見てくださる方がね、たくさん増えると、そこで知りましたっていう方もいるので嬉しいな。やっぱりね、練習も頑張るのも大切ですけど、みんなとこうやって交流できるようにしていきたいなと思っておりますんご。アイリ、アイリですそうですね、アイちゃんがん、ネモハモが TikTok でバズって、嘘、知らないんだよね。アイリちゃん、アイリちゃんです。名前がなんて読むか、アイリちゃんです。アイリ、A I R待って、 R できん、R、あやとりしてるのちゃうわちゃうわ、 R を作ってんねん。あ、いいんじゃない、もしかして反対、 R、 はい、ハッシュタグ R を作っておりました。あ、小文字にすればと、こうですね、こうか無理やりハートも私得意なんだ。大好きだよみんな、苦しい。サイリウムありがとう。そう、私の必殺技、苦しいハート。体全体でやれば簡単、本当にそれな。無理やりハート、初めて聞いたもう私のショールーム見てる方はどんどん知って言ってくれたら嬉しいです違うの、なんかいろいろあってハートの種類をたくさん作ろうと思って。40分まであと10分、ありがとう。ハッシュタグ好きなんだ、ハッシュタグ
嬉しい。愛ちゃんの配信見てると時間経つの早いだって。やっとね、私もめっちゃ早いんだよね、たまに。たまにじゃないね、全体的に全部の回がね早いでね、 1時間じゃない、私足りないんだよね2時間半くらいないと。脱臼しないの？だって言ってみて、みんな苦しい。それな、ハッシュタグ好きなんだの衣装めっちゃ好きで、4時間やっちゃう24時間配信できないんだよね。4時間配信ってでも今1時間くらいやったとして、これかける4でしょ。最後の方なんか苦しくなってそうだね。みんな好きな食べ物何とか言ってそう手がつりそうになりました、だっていやー、やってくれたの？ハートありがとう。栗。カラオケ配信だったらっていう間、確かに。なんかカラオケ配信やるやるよってやってないっていうね、なんかなかなか時間がないのと、イヤホンをなくしたのとです。言い訳メイビー言い訳タイム、許してください。次の歌番組出た時は無理やり待って絶対ダメ。ハートの種類ですか？めっちゃあるよこれ。みずみん、みずみんがやってるハート、まあキュンですでしょ。ハート、普通にハート、ほっぺ、あと私のやつ、なんかゴーグルハートみたいな、メガネハートみたいなやつででしょ。大きいハート、ハート、ハート、失恋ありがとう、失恋。で、無理やりハート、無理やりハートは勢いが大切なんです。次の歌番組出るとき何やる？結構ね、何個かもう収録終わってて、そう、もし次が出させてもらえるなら出させてもらえるならっていうか、あったらなんかやります。じゃあこれはさすがにちょっとね、時間が足りないです。無理やりハートは時間短いお話し会でお見せしますだって特訓お願いします。親指、あ、ん、親指、人差し指、中指で、親指、人差し指、中指、こう？おー、すごーい、2つできた。今日顔が近いあ、近いかもね今日ね。ここで やれるんだよ、やれるんだけどね、みんながコメントしてくれるから無理やりハートで通称取りたい面白すぎる。近い方がいいですだって。今日テンション高いよね。高いかも。レッスン終わりだからかな。めっちゃ楽しいレッスンだったの。まさいまゆちゃんと爆笑しながらやってましたスクショタイムあるの？だって欲しい。9時35分お知らせありがとうございます。爆笑レッスンです楽しかった。
昨日の集合写真のぶりっ子めちゃくちゃ可愛くてます。あぶりっ子ね、誰がぶりっ子って言ったんだっけ。めっちゃなんかみんな嬉しいって言ってくれてる。あいちゃんのほっぺ弾力がもう とてつもない、ね、高速ぶりっ子ポーズ。あ、みずみんかな。あ、待って、リリーちゃんハートありがとうございます。ゆったんごめん全然読めてなかったね。まささん、ひろあきさんありがとうございます。京都まさひろさんありがとう。そして中地さん、そしてテンパさん、ソーソーさん、むね、そしてマー君、無音のアイリス、やばい名前変わってる。ありがとうございます。シレットタワーだ。シレットタワーだ、ありがとう。今日無音だって言ってたからさ、見た？これ見ましたか？これ無音の皆様、名物みたいになっちゃってるよね。あれなんだっけ、だるま祭り、ハート祭り、シレットタワー、熊森熊森、おなじみになってる。無理しないでください、本当に違うの、無理しないでほしいんだけど、すごくしれっとくるからすごいよね。まばたき早いよアイリー。でも頑張ってまばたき早くできるようにしたの。ありがとう、マー君ありがとうございます。そうだ無音だった。ありがとうだよ。痛い、またぶつけた。テンパさんありがとう。ゆうたんだるま祭りありがとう。ありがとうみんな。フードです。フードあるよ。じゃあフードかぶると本当になんかヤンチーみたい。ヤンチー。届きましたよ。ありがとう。椅子は動かせないの。動かしました。確かに動かせばよかったんだよ。もっとそっち行ってよ。グー代弁してくれてありがとうでございます。睨んでみて、睨めてるのかわかんないけど。あ、ナウ40分、ありがとう。さよなら椅子。まさたろうさんありがとう。だるま椅子さんバイバイ。ガワさんありがとうございます。フードかぶるとレイヤ姫みたい。お、確かに。あいちゃん空腹は大丈夫？実はなった。前髪割れてるやん。
ナイスナイスだったのにバイバイ。そう、そうそう。キーちゃんまたいるの？鼻で笑っちゃった。こんばんは。位置情報の話を思い出してる。キャルちゃんいるわ。ありがとう。わわわわわ、待って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 、カラフルカラフルカラフルだ。ありがとう。タンさん、ありがとうございます。ありがとう。たくさんありがとうございます。マー君もありがとう。だるま祭り。スクショタイム。眠たくなけたけどまだ寝ないぞ。そうですね、もうすぐ配信終わりにしたいと思いますので、まだ寝ないでね。マジだよマジだよ。ずっと笑ってるよね。めっちゃ言われるそれ。スクショタイムするそうです。はい、します。ハート私の。マジっすか、ヤンチーだぜ。謎ポーズ。大きいんだよっていう主張。無理やりポーズやっとこう。とびっきり可愛いウィングください。しなさんお願いします。ギャルピして。見える。ギャルピ。合ってる。見えてた？ちょ、暑いんだわ。帰りはちょうどいい気がするんだよね。韓国語は話せる。チョヌン、チョヌン、チョヌンまではしてるだ。チョヌン、アイディムニだ。よろぶん、サランヘーよ。サランヘーが正解なのか、サランヘー、サランゲー、わからぬ。寿司。どうぞ。期待国？期待国？え、たくさん行きたい、いっぱい。どこかは今決められないな。合ってる合ってる。ありがとう。着よう着よう。中国語。台湾、台湾ね、こないだね、話なんかねやったのに忘れちゃったな。
ニーハオ。ウォーアイニウォーアイニ。カラコン使ってません。リリーシャありがとう。シェイシェイ。中地さんありがとう。46分になりましたよ。ありがとうございます。うん、あ、台湾の方が反応してくれたぞ。台湾の方も中国語で平気なのかな。ニーハオ。シェイシェイ。ウォーアイニー。ちょっとたくさんね、言語を覚えます、大学生になったら。はい。ね、英語はやっぱり共通語だから、あれやっぱりね、学校でもやるしさ。東北弁教えて。東北弁、関西弁、なんかいろいろ、九州の方も四国の方もあるよね。でもネガ、猫や。アイリスは猫や。謎のアイリスさんありがとう。中地さんありがとうございます。好きやけん、好きやで。関西弁はマスターしました。やった、いいんですこれで。大好きやで、大好きやで、好きやで、サンキューやで。これはもうこれでいいです。ワンダフルなラブやで。え？なんやって？ズッキーさんがアイちゃんチーム K に欲しいって言ってたよ。だってやばー、わー、激鎮。君のことが好きやけん。競わないでくださいお姉さん。アイちゃん今一番食べたいものはレイアちゃんとルークくんです。パクパクしたい。待って、もうそろそろじゃない？ランキングを読みます。ありがとうみんな、楽しかったよ。いきますね。13位、テンパさんありがとうございます。テンパ、テンパって感じだね、パ。12位、リリーシャンありがとうございます。栗。11位、ひろとさんありがとうございます。10位、やすさん、マスク光ってる人。めっちゃおもろかった。9位、すしおさんありがとうございます。8位、ひろたかさんありがとうございます。7位、ひろあきさんありがとうございます。6位、ゆったん。ゆったんたんありがとうございます。5位、かみゅさんありがとうございます。4位、ゴーパブリックさんありがとうございます。3位、ターさん、ターさんありがとうございます。2位、謎のアイリスさんありがとうございます。1位、マー君、無音のアイリスさんありがとうございます。わー楽しかった。なんかいろいろあったね今日は。盛りだくさんな日でした。みんなパチパチしてる、ありがとう。今もうなんか50分くらいのような、55分くらいのような気がしますが、また会おうね。 Now 50分、お
ぴったりかな。じゃあ予定してたくらいですね。グー、もうちょっと話そうかな。あと5分くらい。じゃあ55分に終わるわ。もうなんてランキング読んだし、スクショタイムもしたし、おまけってことで。ダンジョン読んでくれてありがとう。こちらこそありがとう。あとはじゃんけんのみです。お知らせでございます。お知らせじゃない、おまけでございます。配信ありがとう。こちらこそ見てくれてありがとう。51分用だって。あと4分だ。おまけのスクショ何がいいです？今日も配信ありがとう。こちらこそ。早いんよ。みんなまだ早いんよ。おまけの時間になんよ今。お疲れ様です。みんなもお疲れやで。今日だってさ、週始めで、もう月曜日ってもう本当にもうなんかふーってなるしね。でも頑張ったよねみんな。じゃあ1曲歌おうか。歌えない。歌え。ロッテ負け方やねん。まあまあ落ち着いてみんな。じゃあ7時12分の初恋のおすすめポイントを。どこかな。7時12分の初あなたしか見えなくなる、あなたしか見えなくなるっていうところで、めちゃめちゃ何回かあるから結構やってます。こうやってあなたしか見えなくなるでやってる。あとなんだろう、あとね、ラブチェイスは下手の方、下手の方には行かないので、あんまり下手の方にもちょっと見えるように、なんだっけ、ちょっと歌詞が思い出せないわ。待って、今思い出すから。襲いかかるだ、そのタイミング、じーっと待ってだ、じーっと待ってのところで下手側にアピールしてるので、絶対私以外見ないでください。わかった。めっちゃわかる。だるい感じのマサルの入り方のファンですみんなね。でこうやってもう本当にだるい感じで入ってくる。じゃ、うん、55分くらいになったかな。あ、ありがとう。はい、お時間です。おまけタイムの終了です。配信見てくれてありがとうございました。確かなんか前回の配信でなんか次じゃんけんで出すやつ決めましたみたいな言ったと思うんですけど、覚えてないです。何出すかわからないです。なのでわかりません。運で、運です。いきます。今日の配信見てくれてありがとうやで。ありがとうシャン。いきます。次の配信も見てください。じゃんけんぽい。チョキー。
なんかパーの人多かったからチョキ、私が勝ちます。今日はチョキ。いつもアイコは逆に相性がいいってことで。後出しな。負け、負け、勝った。アイアイホー、アイホーです。マキアでアイホー。ありがとう。じゃあねみんな、また次いつやれるかわかんないけど、いつやれるかな、わかんない。明日こそ、でも最終日までにあと1回くらいやりたいんですけど、うん、頑張ります。ありがとうみんな、おやすみ。体調には気をつけて、あと水分補給、涼しくなったからってダメですよ、ちゃんとしてくださいね。バイバーイ、ありがとう、バイバーイ。